カッティングマットとカッターナイフカッティングマットとは、カッターナイフで薄い紙類、または紙状、布状のものを切断、裁断する際、下に敷いて使う文房具である。カッターマットとも言う。カッターナイフで薄いものを切断する際、直接机の上に置いて作業をすると歯が机に当たり、机を傷つけてしまう。そのため、机の上にカッティングマットを敷いてその上で作業をする。 ことで、机に傷がつくのを防ぐ。材質は主に塩化ビニルやオルフィンである。面と炎直方向に動かした刃の切り跡が表面の凹凸として現れにくいという特徴がある。ため、通常のカッティングに繰り返し利用してもその利便性はなかなか失われない。しかし、決して切れない素材ではないため、炎部分を削ぎ落としたり、V 字、U 字状にえぐるような傷を表面につけたりすると、 利用に支障をきたすような凹凸が残る。なお、古新聞、小雑誌、不要な厚紙などでも、カッティングマットの代用とすることはできる。マウスパッドの代用とすることもできる。おおむね A4 ン A5 半サイズのプラスチック板で、あるが、大型部材のカッティングに利用するものには、A1 ン以上のものもある。表面に0 5トルから1トル単位のメモリがついている。 ありがとうございます。